待望のイケメン武術家が来たぞ。我々の大好きなスーパーファイトの4連覇覇者だ。これは引くしかないだろう。いただきます。イケメン早速ごちそうさまです。一発で来ていいんだからさ。いつも言うけれど、一発で来ていい。ガチャは早ければ早いに越したことはない。コン、そんなのはいいわ。いつか来てくれればいい。ん？なんだ？喧嘩に巻き込まれたくはないからな。なんだこれ？なんだこれ？バタフライ DX？ こんなの出るの？ちょっと、バタフライ DX なるものが出ました。いや、薄れるよ。イケメンが、こず、こん、ダメです。70回。70回です。久々だな。なんか70回で出るのも早いって言ってやつだ。久々だな。タカツイに、ん？ちょっとこの色は怪しいぞ。どっちだ？普通か？普通じゃないか？普通の地上人ども、普通の人。これは知るよ。いらん。設置がないね。次で100回頼むぞ。久々に回したな。100回、100回まで回すとやっぱさ、テンションが上がるよね。やっぱりこういうのがランナーズハイってやつだな、きっとな。ガチャハイ、ガチャハイ、ゴミクズでした。もう見飽きた。なんかさ、慢心してた。ガチャを引くという、このワンパンボタンをただ押すという、何も考えずに押してた。違うよな、ガチャっていうのは。ガチャっていうのをさ、やっぱり真剣にこのボタンを押す。いけ、頼む、お願いします。届かないんかい。来た？みんなが俺、もうさ、久々に下打ちしましたよ。舌打ちってするんだね、やっぱり。チェッと思うときはするんだ。見てよ、見ている。家に帰る、黒光。次で140回。うわぁ、めちゃめちゃ黒チキ余ってたのにさ、まさか還元するとは思わなかったわ。ああ。そんなに来たくないか、ソニックじゃねえ。あれ、ソニック？水流と見せかけて来る、ソニックが。地底人。地底人また来た。俺は知る。引きが悪すぎる。くっそ。ん？お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。風神客。ソニック。死体の山を。ここに来てソニック。はい、ありがとうございました。次で UR 確定です。天井まで回させていただきました。ありがとうございます。これはもう感謝でしかない。ガチャの、いや、運の底意地の悪さだけが改めて実感することができました。ありがとうございます。そしておめでとう。我がチームに来てくれてありがとう。水流来たくなかったんだろうね。最後の最後で本当に出たから。俺の方が強くてごめんな。どんどん行くよ。刺すような先だな。バチバチ働かせてやるぞ、水流。ありがとうございます。天井です。君強いんだろ。わかるよ、俺も強いからね。イケメンですな。ここまで待たせるのもまたイケメンということか。とりあえず育てるぞ、このイケメンを。てか見てくれ、ここレベル1で、ここ行くか。ブルーファイア、ここ強いんだろ。水流、ここ。わかるよ、俺も。ブルーファイア、ここ。水流、ここ。強いんだろ。爆山、ここ。水流、ここ。強いんだろ。どういうこった。わかるよ、俺も強いからね。まずは水流のレベルを上げよう。見事成長したぞ。戦力は1172434、レベルが80で、スキルが上限8、覚醒は星2つ、超覚醒アビリティなし。そしてカード、専用カード、星2つ半のレベル80、装備がワイルド、ブーストカード3つと。それで戦力117万。なかなか強いんじゃないか、やっぱり UR キャラは。で、一番重要なとこ見てっか。最重要なとこ、スキル。転生打撃、敵単体に2回攻撃し 120% のダメージを与える。 100% の確率で攻撃を受けたターゲットを内傷状態にすると。内傷状態っていうのが、敵が攻撃を受けると一度だけ水流の攻撃力の 100% の内傷ダメージを敵に与える。絶
対つくの強いよな、こういう不要系が。 100% 内傷つくのは強い。必殺技飛竜連撃、かっこいいな名前。横一列に5回攻撃し 500% のダメージを与える。突破状態になる。突破状態っていうのはターゲットの腹痛重複痛のダメージ無視を即座に解除すると。攻撃するためにターゲット1体ごとに1回だけ発動する。 75% の確率で攻撃を受けたメインターゲットとランダムな敵3体を内傷状ん？いいっすな、ランダムな敵3体に内傷状態与えんの？なかなかいいぞこれ。自身の攻撃力の 400% 特化護身状態になる。あなたもですね。ここ最近全員特化護身状態になるじゃん、すげえな。で、特性は武術の天才。自身の負傷効率が 50% になる。バトル開始から4ターンの間、自身の会心以外で受けるダメージが 50% 減少する。 HP が0になるダメージを受けた時、一度だけ自身の最大 HP 50% を回復して復活、復活もする。使えますね。じゃあ見てっか、とりあえずこの水流の力を。毎度おなじみ模擬バトルやっていくぞ。水流単身で挑みます。見せてくれ水流、お前の力を。そしてお前のイケメン具合を。まずは通常攻撃、転生打撃、いけ。かっこよ、かっこいい。まず地面をふんと、ムンと地面を叩きつけな、足で。そっからのぶん殴り、かっこいいな。もう一回見たいな、ちょっともう一回見るか。行くぞ、転生打撃、ズンズン、かっこいい。行くぞ、正真正銘必殺技飛竜連撃、どんどん行くよ。かっこよすぎじゃない、なんだあれ。ドラゴンボールを彷彿とさせたな今、すげえ地弾みたいな、ダン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 。ちょっともう一回見たいな。もう一回見させてくれ。スキルポイントがない、まさか。じゃあいいか、次はモノホンの敵だ。いや24ノーマルが空いたけどさ、ここはスーパーファイトで行くぞ。スーパーファイトハードの豪傑、ここしかないだろう。編成はまずは水流、ここかな。いや違うな、水流黒光と交換か。これで行くぞ、このメンツでボコボコにしてやろう。豪傑、行くぞ水流、お前の力を見せてくれ。まずはみんな普通の通常攻撃でいい。水流を引き立たせる、そんな戦いをしてほしい。そしてそういう指示をちゃんと的確に与えていきたい。ん？あれだな、このメンツあれだな、勝てるかこのメンツで。てかグロリバースがいないぞ。まあいいか。まずは水流通常攻撃。どのくらいいくんだろう。6000! 6513! 弱い！死んじゃう、やめて。お、復活したな。復活したよな、水流な。復活して死んだな。これはやり直しです。リベンジマッチ。まずはあれだな、 UR の先輩たちがいるから、 UR の先輩たちの必殺技を見ていこう。まずはソニック殺戮ランジ37万、いいっすな。そして行くぞ G4 高出力レーザー、かっこいいな、22万。そして竜巻と、で君たちは通常攻撃でよしと。で竜巻の必殺技は敵に見えているが、行くぞ。不愉快、いや、消えてと。37万。だいたいここまででもう分かったな。37万から22万ぐらいの間来るだろうと。見せてくれ。飛竜連撃。どんどん行くよ。33万。33万か。どう？水流が生き残っている、これは勝てるチャンスか、いけるか、こっから勝てる可能性はある。もう一回だ、飛竜連撃、どんどん、めちゃめちゃ食らってる。
めちゃめちゃ食らってないか。ん？あれ今桁見間違えてた。300万食らってなかった。第3回300万食らってたような気がするけど勘違いかな。勘違いだな、さすがにな。見間違えるはずがない。38万28万、だいたいそんぐらいだよな。必殺技ってそこまで食らわないよな。24万、29万、まあそんぐらいだよな。何だったんだろう。飛竜連撃って何かしらでダメージがたまるようなもんなのかな。そういう可能性はあるか。行くぞ飛竜連撃。どんどん行くよ、どんどん行くよ、頼む。そうっすよな。35万だよな。もう一回最後に見とこう。勝てなかったけどすまんな。お前の初陣勝利で飾れなかったことを本当に悔しく思う。どんどん行くよ、最後見せてくれ。いや違うな、総ダメージ176万いってた。何がどうなってるの。あれか、謎のダメージアップはここの説明文の後ろのところか。 75% の確率で攻撃を受けたメインターゲットとランダムな敵3体を内傷状態にして、その内傷状態が加算されてんのかな。そういうことかな。まあいいか。どうなんだろうな結果。でもあれだな、多分この進化特性を解放したら強いんだと思う。必殺技、超必殺技の発動後連続追撃するって書いてるからな。連続追撃したらそりゃ強いよな。さっきの30何万が2回行くってことだもんね。普通に考えてランダムの敵2体にだから、それ解放したら強えか。まあ今解放できてないんだけど、まあ一旦はここでいいか。水流一旦はここまで。